はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は本日からピックアップが来たシャルル・マーニュのピックアップについて引いた方がいいのかというお話していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、シャルル・マーニュに関して今回ドン・キホーテと一緒プラス男性サーバントのみのピックアップとなっております。女性サーバントは出ないんでそこだけご注意くださいというのと、概念霊装として CBC の霊装がいっぱいあるよという感じです。で、ピックアップの期間としては3月27日までということで、この2人のピックアップがずっと続いていくよという感じです。で、それを踏まえた上で今回のシャルル・マーニュのピックアップ引いた方がいいのかというお話なんですが、キューパー運用したいなと思う方に関しては絶対に引いてください。キューパーを運用するならば、ただキューパー運用する気ないよだった場合スルーしちゃって構いません。今回シャルル・マーニュ強化が来て宝具軸での運用がめちゃくちゃしやすくなりました。で、そのことを考慮した時にシャルル・マーニュ旧のアタッカーで結構最強格になった、引いといて損はないなという性能になったんで、旧アタッカーが欲しいんだったら引くべきキャラクターかなと思います。ただ旧を運用しないんだったらスルーしていいよねっていう感じなんで、旧が好きかどうかで引いてもらう、考えてもらうというのでいいんじゃないかなと思います。で、ドン・キホーテはまあストーリー限定のキャラクターとなってるんで、当たったらラッキーみたいな感じで見てもらえればいいかなと思います。で、今回ね、概念霊装等いろいろ出たりとかしているんですが、CBC の概念霊装に関しては別途違う動画上げておりますので、そちらご確認ください。多分ね、右上のビックリマークから飛べるようになっております。というので、早速シャルル・マーニュとドン・キホーテ性能解説していきましょう。まずシャルル・マーニュですね。この子に関してスキルが強化されました。第一スキル、味方単体に無敵状態を2回の3ターンを付与し、自身にクリティカル攻撃時に自身に応用状態5ターンを付与する状態を5ターン付与、自身が無敵状態でない時自身の NP 獲得量を5ターンアップ、ダメージ時に自身に応用状態5ターンを付与する状態を5ターン付与、自身が無敵の時自身に宝具封印状態1ターン付与のデメリットターンを獲得。第2スキル、味方全体の攻撃力を3ターンアップし、自身に魔性特攻状態を3ターン付与、鎮静特防状態を3ターン付与し NP を 30% 増やす。第3スキル、自身の旧性能を3ターンアップし、クリティカル威力を3ターンアップ、悪特性の敵に対するクリティカル威力を3ターンアップするというスキル構成になっております。で、この子に関してもう第一スキルの応用状態を自身で発動することができるようになったということで、めっちゃ強くなりました。まあクリティカルという限定っていうのはあったりするんですが、まあこの子スター獲得も持ってきたし、宝具打ったら次のターン確定でクリティカルできるってことを考えると、この縛りっていうのは基本何もないかなと思います。縛りが縛りのようじゃないっていう感じですね。で、この応用状態って何なんって思う方いると思うんで、先に宝具だけ見ておきます。宝具に関しては敵全体に強力な攻撃、自身に付与されている応用状態の数に応じて威力がアップ、最大12個旧の攻撃耐性を3ターンダウン、オーバーチャージで効果量アップとなっております。で、この子応用状態を付与することによって特攻、宝具が特攻になるという感じです。で、実際これめっちゃ便利なんですよ。ほとんどの特攻だった場合、相手が地属性かなとか天属性かなというのを確認してぶん殴るっていう感じなんですが、この子に関しては第一スキルで1回クリティカルしてしまえば宝具の火力が上乗せされるという話になるんで、相当優秀という感じです。そして特攻の倍率に関してなんですが、1個で 110% で、それ以降は 10% ずつ増えていくということで、最大12個ってことを考えると220% の特攻を乗ることができるという感じになるので、まあ、周回等でそういう運用するのはちょっときついかもしれないんですが、まあ、うまいことクリティカルとか活かしてあげると 130% か 140% ぐらいの特攻は狙えるんじゃないかなと個人的に思っております。はい、というのでね、特攻宝具だよっていう紹介してきたんですが、スキルも紹介しておきましょう。まあ第一スキルに関して長々と書いているんですが、まあ超簡単に言うと、自身に無敵を発動せずに他人に無敵を付与することによって NP 獲得量アップが入るシステムがしやすくなりますっていうことだけ覚えておいてください。なのでシャレル周りの自身に無敵付与に関しては正直使わない。まあ自身に無敵付与しちゃうと宝具封印のデメリットが入ってしまうので、
基本は他のキャラクターに無敵を付与して自身の NP 獲得量をアップして宝具回転率を上げるっていうスキルって思ってもらえれば OK です。あとは特攻が乗るスキルだなって思ってもらえてもいいかなと思います。でそこから第2スキル、味方全体の攻撃力アップ、シンプルに使えますね。で魔性特攻状態付与、これも強いです。やっぱ道中90プラプラとか90プラの道中で魔性が出てくることって結構多いんで、その道中が進みやすくなるって考えると普通に強いです。で NP30% チャージ、NP30% アペンド、そして NP50% 霊装で宝具が打てるってことを考えると強いかなと思います。で神聖特防状態です。神聖特攻状態ではないんでご注意ください。神聖に対してはあくまでダメージが食らいにくくなるよというだけなので、普通に火力が上がるんだではありません。そこだけご注意ください。そして第3スキルの旧姓のアップ、自身の火力アップ、クリー力アップ、宝具打った後の星じゃらじゃら状態でクリティカルが伸びやすくなるよっていう感じで、悪特性の敵に対するクリー力アップ、まあ悪属性だったらさらに火力が伸びるよって思ってもらえればいいかなという感じです。なのでスキル構成シンプルに強いです。第1スキルが受けのスキルだったんですが、それが攻めのスキルに転じたということで、シンプルに火力が出しやすくなったし、味方全体のサポートもできるし、宝具でクリティカル運用もできるしといったことで、シャレル周りに関して Q のアタッカーでいうと最強格になったんじゃないかなと思います。それぐらいにシャレル周りの Q のポテンシャルっていうのはめちゃくちゃ高いという感じです。で宝具に関してはね、さっきも言った通り応有状態を付与することによって宝具の火力が上がっていくという感じになるんで、宝具打ってからクリティカル宝具とかにしてあげると火力が伸びやすくなるよという感じです。で Q の攻撃耐性3ターンダウンに関しては高難易度運用で宝具連発する際に使えると思ってもらえればいいかなと思います。はい、そして次ドンキホーテ見ていきましょう。ドンキホーテに関してなんですが、第1スキル、自身の Q 性能を3ターンアップし、バスター性能を3ターンアップ、ガッツ状態を1回の3ターン付与。第2スキル、自身の攻撃力をアップし、毎ターン NP 獲得状態を 10% 3ターン付与、毎ターンスター獲得状態を3ターン付与。第3スキル、自身の NP が 30% 以上ある場合のみ使用可能、自身の NP を 0% にするデメリット、自身を除く味方全体の NP を 30% 増やしスターを獲得するというスキル構成です。でこの子に関してはまあ正直なことを言うとちょっと使いづらいキャラクターかなという感じです。で第1スキルと第2スキルに関しては完全的な自バフということでシンプルな運用ができるかなと思います。火力出したいなと思う時に使ってあげれば OK です。で毎ターン NP 獲得状態付与あるので、まあ宝具回転率に関しては程よくいいよっていう感じ、スター獲得も持っているんでクリジク運用も可能だよっていう感じです。そして癖がめちゃくちゃ強い第3スキル、これ自身の NP が 30% 以上ある場合のみ使用可能と書いているんですが、その後なんですよ、自身の NP をゼロにするということで NP30% の状態で打とうが NP50% の状態 100% の状態で打とうが、結局のところ NP がゼロになっちゃうっていうデメリットがあります。これが本当に使いにくい。 NP30% ある時に NP30% を消費して他の味方の NP を増やすとかだった場合、ああ使えるなっていう感じなんですが、自身の NP をゼロにしてしまう以上運用方法が本当に難しいということで、うーんっていう感じかな。一応味方全体にね NP30% 配ってくれるっていうのは悪くはないんですが、運用例が本当に低い少ないということで、ドンキホーテに関しては使いにくいキャラクターと思ってもらえればいいかなと思います。まあ、使いにくいスキル構成っていう感じかな。でそのまま宝具見ていくんですが、宝具に関しては敵単体に超強力な巨人特攻の攻撃、自身の HP を1000減らすデメリット、味方全体の攻撃力を3ターンアップし、クリティカル威力を3ターンアップするという感じです。で味方単体の味方全体の攻撃とクリー力アップ、これめちゃくちゃ優秀です。宝具打てば味方全体にバフしてくれるっていうのはシンプルにプラスなんで、ワンチャン90プラとかの運用で使える場面っていうのがあるかもって感じです。でもでも超強力な巨人特攻の攻撃、これが正直微妙です。ランサーで巨人特攻ってなった際にいないんですよ、特攻相手が。で巨人で主な例でお話しした時にスプリガンフィーバーなんですよね。ランサーで巨人特攻刺さるかって言われると
使う場面なくねっていう感じになるので、工具もちょっと使いづらいってことを考えると、ドン・キホーテに関してやっぱ総評で見ると使いにくいキャラクターとなってるから、ちょっとそこだけがうーんっていう感じかな。なんかうまいことね合わせてあげればもちろん強くなるかなとは思うんですが、合わせることがちょっとできないということで、まあ個人的に今回強化来るかなって期待していたんですがなかったということで、しょぼんっていう感じです。ということで早速シャレル・マーニュとドン・キホーテちょっと運用していきましょうというのでやっていくんですが、ドン・キホーテに関してはどちらかっていうと NP チャージ運用で、まあ、こういうのがあるよっていうご紹介です。マジでね、アーチャーのね巨人がいないんでね、巨人特攻がなかなか刺さらんっていうのがね本当にデメリットになってるかなと思います。で、シャレル・マーニュでそのまま宝具運用していくんですが、シャレル・マーニュに関して、注意点です、何度も言っているんですが、第一スキルをシャレル・マーニュに切らないでください。他のキャラクターに打たないと NP 獲得量アップ等が発動しないんでご注意ください。でそのまま、シャレル周り普通にバフっていくんですが、オーダーチェンジでドン・キホーテ持ってきておきましょう。でドン・キホーテに関してなんですが、第3スキルを切ることによって NP チャージ等を全部消費して味方全体に NP を増やしてくれます。まあただここに関して使う場面はほぼほぼないので、普通にシャレル周りで突破していきます。でシャレル周りに関して、このターンに関しては普通に宝具でぶん殴ります。でこの子、まあ、敵がね魔性特攻入っているということで、クロスエハイ運用した時に、まあ、結構いい火力は出てくれます。まあシャリル周りね、まあ砲撃強化されたらさらにぶっ壊れると思うんだけど、まあさすがにそれはないと思うので、はい、NP のチャージ 79% プラススター獲得量99個で、砲具の火力も140万ぐらい出ていたということで、強くねっていう感じです。でそこからここ 29% は微妙に足りねーってなった時に、皆さんドン・キホーテ第3スキル切ることによって NP を味方に増やしてくれます。ただ NP30% 以上ある時に使用可能、さっき 60% ぐらいまであったんですが、それが全部なくなっているということで、おう、ここちょっと調整してほしいなっていう気持ちはやっぱりあるかなって感じです。でまあ第2スキル一応切っておいて、毎ターンスター獲得しつつ、まあ、このまま突破していきましょう。はい。でシャリル・マーニュに関してなんですが、まあ、シンプルにねもう宝具連発がしやすいクイックというかクロスエハイ運用ができる、Q サーバントで、 Q サーバントの中で2機あるサーバントの1機となっているんで本当に強いです。なんでこんな簡単にシステムできるんだろうなっていうぐらいに NP 回収率が高いし、あの星出しも相当優秀という感じです。でラストに関しては NP チャージしてあげて宝具打てるようにしておきます。でさっきの状態だった場合、シャレル・マーニュ宝具の火力が140万ぐらいだったと思うんですが、これ特攻乗っておりません。なので特攻乗っている状態での火力がどれぐらいなのかっていうのを見てもらおうかなと思います。ここ普通にクリティカルした瞬間に宝具の特攻が乗るということで跳ね上がるって感じですね。今回2回でちょっとやっていきましょう。 120% ぐらいで見ていけたらいいかな。でまあ大体キュートアーツで14万ぐらい火力が、クリティカルで出てるんで、このことを考えても相当優秀かなと思います。で2段階分の特攻が入っているのでどれぐらいですか。はい、198万ということで、まあ実質200万、ね、もう普通に3で割った方がいいか、198÷3をしてもらうと66万の火力を敵単体に出してくれるということで相当強いです。66万ですよ、これやばいっちゃやばいんですよ。でまあもちろん特攻乗ってる方がお手軽に火力出せるじゃんっていう話にはなるんですが、まあクロスエハイ運用で普通にシャレル・マーニュ、単体スカディシステム込みで66万出てるっていうことは、オベロン合わせてくれると普通に100万出たりするし、仮に100万出ないにしろクリティカル運用で追撃をすることができるって考えると、シャレル・マーニュ普通に強いなっていう話になるので、シャレル・マーニュもしね Q のアタッカーとして運用したいなって思う方に関しては引いてみてもいいんじゃないかなと思います。でドン・キホーテに関してはやっぱり正直微妙かな。なんか使える場面っていうのがあるかって言われるとあんまりないキャラクターとなっているので、まあ、ここに関しては自分の手持ち、まあ、ストーリー限定のキャラクターとなっているんで希少価値が高いから狙いに行く、もしくはシャレル・マーニュのついでに当たったからラッキーみたいな感じで思ってもらえればいいかなと思います。
以上ということでちょっと画面色をしているんですが、今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。Thank you.